はい、どうも。今回はですね、サイレントヒル333のですね、山上哲也さんのツイッターでですね、一箇所だけですね、うわ、これもろ統一教会じゃねえかみたいな、どこまで統一教会が入り込んでるんだよってビビったところのお話をしたいと思いますね。で、僕ね、一応全部読んでるんで、あれはですね、まあほぼほぼ 99.9% 山上さんのツイッターですね。まあ、統一教会にお母さんがむしられたこと、お父さんの自殺とかですね、まあいろいろその辺家庭の事情とか書いてあったので、でですね、一箇所だけですね、もううわこれもろ統一教会じゃねえかって山上さんがビビったところがあるんですけど、でリツイートしてたんですけど、そのリツイート元がですね、あの三浦ルレイさん、また久しぶりの名前ですけど、僕がこれ動画撮り始めた頃に聞いて、よく聞いた名前ですけどね、三浦ルレイさんがですね、なんかいろんなっていうのをなんかよろしくねみたいな感じのツイートをして、それを見た山上さんがですね、ビビりまくって、あの三浦ルレイをですね、リツイートしてるんですね。でその話題もですね、若干上ってたんで、やっぱりあの三浦ルレイさんって方は統一教会かなり近い方かもしれないですね。あの山上さんがですね、あの三浦ルレイさんの三浦ルレイさんのツイートなんですよ。ツイートを見てビビってるんですよ。それがなんかいろんなのなんだかんだで、2020年の9月の2日のツイートなんですけどね。でまあ三浦ルレイさんはですね、まあ、ちゃっかりそれは削除してますし、いろんなっていうのもなんか終わってるらしいんでね、あのちょっとよく、画像とか見たかったんですけど、まあ僕の方では確認できなかったので、どんなのだったのかなとは思うんですけど、はい。まあ今回まとめとしてはですね、山上さんがですね、何年なんだろう、あ、そんなに長くないんですよ、5年ぐらいのツイートなのかな、もうちょっと短いかな、4、5年のツイートでですね、あの唯一ビビったのがですね、統一教会系でビビったのが三浦ルレイさんのツイートということで、はい。今回ねまとめとします。はい、以上です。